インドコシラスッポンは、スッポンかシラスッポン族に分類されるかガシラスッポン族の模式種種商業インディカは、インドののい。模式標本の産地は、ガンジス川。インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ最大高長90から115センチメートル。確実な記録ではないが、高長180センチメートルに達した個体の、報告もある。 廃校の色彩は緑褐色や灰褐色で複雑な反紋が入る。粉炭には明瞭な反紋がない。頭部から頸部にかけて筋模様が入るが不鮮明な個体もいる。1986年まで本種のみで小頭すっぽん属を形成していたが太鼓頭すっぽんが本種から分割され独立種となった。提出が砂で 水が清涼で流れのある大型河川の中流域に生息する。完全水性で産卵以外で上陸することはない。植生は動物食傾向の強い雑食で貝類、甲殻類、魚類、動物の死骸等を食べる。水底の砂の中東に潜り、通りかかった獲物を警部を伸ばして噛みついて捕食する。繁殖形態は卵生。生息地では、 卵も含めて食用とされる。開発による生息地の破壊、水質汚染、食用の乱獲等により生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は少なく稀に飼育か繁殖個体が流通する。主に妖体が流通する。大型種のため大型のケージが用意できない限り一般家庭での 飼育には向かない。アクアリウムで飼育される。神経質なため、潜れるように、細かい砂を底砂として最低でも、高高ほどの深さで敷く。特に低温や水質の悪化に弱いため注意が必要。大型種の上に顎の力が強くくちばしも鋭いため噛まれるとひどい、怪我を負うこともあるため、扱いには注意が必要。ありがとうございます。